一応例えば今後ろ回し蹴り蹴ったらね、後ろ回し蹴りの下段回しで終わるだけじゃなくて、やっぱさっきやったストレート下段と一緒で、ね、後ろ回し蹴り振ったら上段回しも蹴れるし、後ろ回し蹴って構えができれば突きもすぐ打てるし、後ろ回し蹴って構えたら反対の蹴りもすぐ出せますよね。だからまあそういう意味で今練習しましたね。ただこれどうしてねこの技が当たるか、例えばね上段、まあ、後ろ回し蹴りすごい大技ですよね。当たったら一発で KO されてしまうというぐらいのすごい技ですよね。その技を出された時に、まあ、相手は例えばギリギリ避けました、どういう気持ちになったら、おーよかったって、当たらなかったってすごく安心するんですよ。そこをつきます、ホッとしたところ、ね、相手がよかったホッとしたところをさらにね上段回しを追い込む、そしたら相手がホッとしてガードが緩んだところにポンと入るんですよね。そういう相手の気持ちね、相手の気持ちを読んだね、攻撃もみんなできるようになって、そうすればいろんな技が当たるようになるね。例えばもう一番ね簡単なコンビネーションで、ストレートストレート下段回しね、下段を効いたら相手足痛いからガードが落ちてくる、ガードが落ちて相手つらそうなの、下段効いたからガードが下がったなと思ったら、まあ、上段蹴ればいい話でしょ。そしたら、まあ、綺麗に入りますよね。それと一緒です。後ろ回しもね、相手を蹴ってホッと出して上段回しを蹴りに行く、でこういう、まあ、相手の気持ちを読むっていうかな、そういうところまで相手をしっかり観察して、組み手を組み立てられるようにしてください。